マスオ TV でーす。はい、皆さん、今回はですね、じゃじゃーん、こちら、やっと届いたぞ、 iPhone 15 Pro。 そしてこの前もね、紹介させていただいた Google Pixel 8 Pro、 最新のこの2機種、マスオはぶっちゃけどっちを使っているのということで、皆さんに今回はお話しさせていただきたいと思います。で、この動画の後半ではですね、この iPhone 15 Pro、 そして Google Pixel 8 Pro のケース、これがおすすめだよっていうのもね、紹介させていただこうと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見てってください。よろしくお願いいたします。今年のね、10月からなんかね、ステマとかそういうのめっちゃ厳しくなったんですよ。ですので、紹介させていただくんですけど、この Google Pixel 8 Pro はですね、先日 Google さんから商品提供をしていただいて使わせていただいております。ただですね、今回の動画では忖度なしに、正直こんな感じで使っているよっていうのをもうさらけ出したいなと思いますので、ぜひね、楽しんで見てってください。この最新の両機種ですよね、紹介だけして、まあ、そう使ってないんじゃないのとかね、思われちゃいそうなんですけど、結局ね、僕もね、どっち使おうか悩んだ結果、マスオはですね、両方使っております。両方とかずるくない、マスオ。どっちかって言ったら、どっちかね、言えよって感じかもしれないんですけど、本当にね、今回ね、両方使っているんですよ。僕もね、今までで言ったら、スマホを2台使うってあんまりね、こうイメージ湧かなかったし、使いづらくないって思ってたんだけど、これがね、両方使ってみたらね、すごく便利なんですよ。ってことで、なぜね、今回ね、マスオはね、両方使っているのかっていうのをね、紹介させていただきたいと思います。両方使っている理由、一つ目なんですが、両方を使いやすいから、両方使っています。これ本当にね、正直言うと、ぶっちゃけね、この Google Pixel 8 Pro を使う前の機種、まあ僕の場合は Google Pixel 6 Pro 持ってたんですけど、その当時のスマホで言うと、やっぱりね、iPhone の方が、その当時は僕ね、使いやすいなって思ってた。うん。で、どういう点が使いやすいかって言ったら、やっぱりね、なんかこう、サクサク動くとか、そういうので、あとカメラとかも iPhone の方が良かったから、だから両方使うのあんまりこうイメージ湧かないなっていうのが前までは思ってたんだけど、このね、 Google Pixel 8 Pro に関しては使いやすいんだよね、いい感じで。だから、まあ、両方使っているっていうのもあるんです。じゃあ両方使い分けっていうのはどういう風に使っているのかっていうところで、僕ね、外では iPhone で、家ではピクセル8 Pro っていう感じで、まあ使っているんですよね。で、外では iPhone のね、理由としては、サイズです。完全に僕はね、サイズで、外では iPhone を使用しています。ね、なんかね、ピクセル8 Pro って画面が大きいんですよね。こういうね、大きいのを、僕普段ね、ポケットにスマホ入れてるんですけど、そういう画面が大きいスマホをポケットに入れとくの、不安なんですよ。うん。だから、iPhone の方を、外では使ってるって感じです。昔ね、その iPhone をポケットに入れてて、で、他のものもこうやってポケットに入れてたんですよ。で、こういう風に、まあ、ポケットに入れてたら、このね、ものが、その iPhone の画面に当たって、画面がね、バッキバキに割れちゃったっていうことが昔あって、だからなんかね、画面が大きいのをポケットにね、長時間入れるっていうのが、まあ、少しね、個人的な理由ではあるんですけど、怖くて、外では、まあ、iPhone を使用しているっていう感じですね。まあ、スペック的に言ったら、もう本当にどっちでも大丈夫なんですけど。じゃあ、外でね、iPhone 使ってんだったら、まあ、家でも iPhone 使えばいいじゃんってね、思うかもしれないんですけど、やっぱりね、このね、Pixel 8 Pro ね、いいんですよ。で、画面が大きいっていうのはね、やっぱいい。使いやすい。家でのね、使用だと、だいたい、まあ、メールをちょこっと返したりとか、あと、Amazon、プライムビデオとかネットフリックスとか YouTube を見るのに、やっぱり画面でかいとね、いいんだよね。で、さらにシビをあやす時っていうか、こういうね、チークちょっと勉強になるような、こう遊びとかのアプリがあるんですけど、それをチビ用とするときに、やっぱりね、この画面の大きさだとチビ用もですね、こう遊びやすいんですよね。まだこの指差しがそんなに精密にできないから、このぐらいね、画面大きいとなんかね、遊びやすくて、だから家では iPhone よりも Google Pixel 8 Pro の方が僕ね、合ってるんですよ。動画も見やすい。チビオもゲームしやすい。で、サクサク動くってことで、まあそういう使い分けを僕は
その iPhone と Pixel 8 Pro でしています。ですので、まあ両方使っているっていうまあことですね。はい、ということで、まあぶっちゃけどっち使っているの、まあ両方ということでね、皆さんね、ご理解いただけましたでしょうかね。ずるいよマスオっていうんじゃなくて、本当に両方使ってるので、こういう風にね、まあご紹介させていただいたんですが、ここからはまあ両方使っているからこそ、両方のケースをもうね、どんなケースを使うべきかってほんと考えたんですよ。一番ね重要視したのがマグセーフなんですよ。磁石ですね。でまず iPhone の方からなんですけど、こちらヨドバシカメラで購入したんですけど、 GT モバイルっていうところの名前もなきケースでございます。はい。でこのねケースなんですけど、まあ装着するとこんな感じですね。とってもまあシンプルなね iPhone ケースなんですけど、まあこのねケースの何がいいかっていうと、このマグセーフのこの磁石がですね、ヨドバシカメラでいろいろ試したんですけど一番強かったんですよ。ですので僕は今回このケースを購入しました。そして Google Pixel 8 Pro の方でもですね、こちらですね、オランガ東京って読んだかな、これ、こちらのケースをまあ一応ね概要欄に載せておくんですけど購入しました。はい、こんな感じ。まあとってもシンプルなケースですね。でちょっと半透明になっていて、装着するとまあこんな風なケースなんですけど、まあこのね二つのケースを使用しています。で、なぜね、今回このマグセーフをマスオはね、特に重要視したのかと言いますと、じゃじゃーん、こちら。これは友達から、いただいた、ものなんですけど、これがですね、めちゃくちゃ使いやすいのね。ね、2種類あるんですけど、まず一つ目、ちょっとね、もうすごい使用した、ちびおにね、なんか噛まれちゃって、ちょっと痛んでるんですけど、これね、ビークと呼ばれる、その iPhone とか、そういうケースにつけるマグセーフになります。まあ、どういう風に使用するのかっていうと、ここに、ペタッと、これで磁石になって、まあ、使用できるっていうことですね。でね、先ほど紹介したこのケースがね、めっちゃ強いのね、この磁力が。だから、ほら、もう全然動かないんだよね、本当にこう。だからこれ選んだ。もうね、ケースによってこの磁力の強さ全く違うんですよ。かつその磁力の場所もちょっと違うから、自分で試した方がいいですよ、強さ全然違うから。で今回そのマグセーフを重要視してるってことですね。まずこういう風にさ、テーブルとかにこの iPhone をこう立てて置けるっていうのがまず便利じゃないですか。でピクセルに関してもこういう風に置いてまあ見れるんですよね。だからテーブルとかでこうやってね、置いてみたりとか、あとこういう風にね、まあ、横にして、まあ、見るっていうのもできます。このビーク、すごく便利でしょ？で、もう一つが、こちら、モフトという製品になります。これね、もう超絶便利。もうもちろんね、こっち、このね、ビークもね、すごくいいんですけど、僕は正直こっちの方をメインで、使っています。超絶便利。で、これがね、どういうものかっていうと、まず、パチッと、こんな風にマグセーフでつけることができます。で、まず1点目ね、このね、磁力がめちゃくちゃ強い。この、ここの部分。本当にね、普通にこう、こうやって横からこうやって剥がそうと思えば剥がせるけど、もう、本当に強いんですよ。ね、角度変えられるようになってるんですけど、こういう風に。角度変わります。まあもちろん、こういう風に、横に、ね、置いても、まあ使用ができます。で、さらにですね、このモフトのすごいところは、こうやって立てて、さらに下がね、パカって開くんですよ。で、そうすると、こういう風にね、こんな形になりまして、なんと、パチッと、こうつけるとですね、あら不思議、動画を撮るための三脚になっちゃったっていうことで、まあ、めちゃくちゃ便利なんですよ。もちろんこれね、iPhone だけじゃなくて、Pixel でもね、利用ができます。ただ、若干 Pixel の方がね、この画面サイズ大きい分、重さがあるんで、安定感
みたいなのはね、まあ、気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、こんな風に使用ができます。で、縦でももちろんこういう風に使用ができます。ですので、もう編集とかしてる時とかにもこうやってポンと置いておけるし、あとはこれをねこうやって畳んで、まあ、普段ね使用するじゃないですか。で、ちょっとねこう安定感持たせたい時は、僕はこういう風にね こう挟んで、こういう風に持ってるんですけどね。で、こういう風に持つことで、あの指のね負担が分散されて、ない場合はこういう風に持ってて、僕で小指がね結構辛かったんですけど、まあ分散させることによって結構ね指自体はすごい楽に使えるようになって、非常にいいんですけど、こういう風にね、まあこういう風に使用しているんですが、その動画を撮りたいなとね、外でねテーブルに置いてちょこっと動画撮りたい、でみんなで記念撮影をしたいっていう場合は、こういう風な形にして、はいチーズで写真撮ったりとか、チビ用と例えば外食行くじゃないですか。で、最初にチビ用のご飯をあげて、でチビ用がまだちょっとぐずついてるっていう時でも、僕らもご飯食べなきゃいけないっていう時に、この形にこうして、でこれでちょっとしたチビ用がね好きな、まあ、YouTube 動画とかをね、あの見せてあげる。で、その間に僕らがご飯食べるっていうことも、まあ、しています。あのね、三脚って皆さんさ、スマホ用の三脚って持ってると思うんですけど、スマホ用の三脚ってさ、結構物として大きかったりするじゃないですか。カバンに入れとくんですけど、とっさの時にすぐ、じゃあカバンから三脚取り出して、はい、セットして角度決めてって難しいじゃないですか。うん、大変だし。でも、このね、モフトの商品があったら、別に僕はこれをもらったから紹介してるっていうか、便利だから紹介してるだけなんですけど、もうさ、そのままちょっと開いて、はいどうぞ、はいどうぞ、でこれで、はい動画撮れるっていうね、このもう便利さが素晴らしすぎて、もう本当に超絶便利なの。あとはもうさ、あのベッドでさ横になりながらさ、こうやって動画を見た、あの枕でさ、僕横向きでアニメとか見たりするんだけど、そういう時もさ、こうやってちょっと角度をずらせばさ、このちょうど枕といい感じで平行でこうね動画が見れたりして、すごい便利だから、マグセーフを生かす、まあ、ケースを今回僕は購入したということです。で、そのケースが、まあ、一応概要欄にね、あの貼っておきますけど、この2つだったっていうことですね。もう超便利だよ、ほんと。もうマジで便利なんで、ぜひね、皆さんね、よかったらね、ちょっと調べてみてください。ほんとに便利。子育て中にとかも超便利だし。で、唯一の、まあこの、まあ欠点も、ね、皆さんにご紹介しておこうと思うんですけど、このね、モフト、少し重たいです。ちょっとね、重量感があるんですよね。やっぱり、この三脚、結構、すごい安定感あるんですよ。だからこの安定感がある分、重さはあるんですけど、その重ささえもね、気にならないぐらいに、非常に便利な商品ですので、ぜひね、皆さんね、チェックしてみてください。このね、ビークの方もいいんだけど、めっちゃね。でもね、僕、申し訳ないんだけど、このモフトの、この、こうやって持てるのもいいし、この角度を自由に、変えられる、もう可動が何度でもこう固定できるっていうのがね、本当に便利すぎてね、最高なんですよね。はい、ということで、ぜひね、気になったよっていう方はですね、あの動画概要欄からね、あのリンクチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで、皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひね、この動画役に立ったよと思ってくださったらね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。